おはようございます3月30日土曜日です。暖かくなりましたよね。もうね、あのー、寒くなることはね、ないと思うんですけども。ということで、今日は番外編です。CD シングルですね。ファーストプリ,オリティ ってて書いてますけど、まあ日本語に訳すと「最優先事項みたいな感じですねいい矢沢」と書いてありましてまあ手紙風のジャケットまあファーストプリオリティって書いてあるので、まあ、指令書みたいな、ねまあ、手紙というか指令書みたいな感じになってますけど「えー、いい矢沢」。 タイトル「チャイナタウンアーティスト矢沢と」とこれはですねえー、1998年の7月29日に発売された CD シングルあ中にですね8センチ c d が入っておりますえー、曲はですね あの「チャイナタウン黒く塗りつぶせ」まああのー、ソロになってからの曲のですね、まあ、アレンジを変えて出した感じですねでですね、あのー、98年の9月にですねこのアルバムが出ます サブウェイエクスプレスまあそれのですね先行シングルですね先行シングルがこれで2ヶ月後にこのサブウェイエクスプレスが出たと白ツーツに白マイクスタンドねかっこいいですよね で曲はですねこういう感じになってますえー、まあアルバムタイトルになってる「サブウェイエクスプレス」「サブウェイ特急」ですねでこの中から「チャイナタウン」と「黒く塗りつぶせ」が先行シングルで出されたとえーね、シングルです 4年後にですねサブウェイエクスプレス2がですね出ますえ、まあ、曲はこんな感じですね「あの子と暮らせない」とかですね「真っ赤なフィアット」初期ですね「気ままなロックンローラー時間よ止まれ夏のフォトグラフ」 ね、こういう感じで入っておりますこういう感じですねでまああのー、アレンジを変えて録音し直して出したとあのー、テレビのインタビューでですね NHK ですねえー、去年おととしですね 一昨年の年末にですね、NHK のテレビ番組に出たときに、まあ、A ちゃん自身が言ってたんですけど、えー、まあ、アレンジを変えた曲も、まあ、それはそれでいいと。ただ、ファンの中には、いや、ステージでは昔のままやってくれよっていう、ファンの意見もあると。 まあその辺はですね、えー、まあ難しいところですよね。まあ私は両方好きですよ、ね。アレンジを変えたやつ、アレンジを変えてないやつ、両方好きですけどね。まあここの、ね、先行シングルのチャイナタウンなんかはですね、まあ、非常にこう、いい雰囲気の曲にね、仕上がってます。 ね、あのー、まあ昔のチャイナタウンが20代のチャイナタウンとすればこっちのチャイナタウンはですねもう成熟した大人ねえー、そういう感じの雰囲気のね曲になってます、えー、皆さんどうですかね 昔のままのオリジナル曲がいいのかいやいやいやねアレンジの違った、ね、アレンジを変えた曲がいいのか、まあ、でもこのですね2枚はですねあのー、私もですねお気に入りのアルバムです。 ね、こっちが98年こっちが2002年ですねはいということで今日は CD シングル、ね、1998年の「チャイナタウン」をね紹介しました A ちゃんをね代表する曲ですがえー ですね、皆さんどうですかねもうすぐ新年度ですよね私も新しい職場に来てほぼ1年でですね今の職場がですね桜がないんですよ前の職場はね中庭にですね桜の木が何本かな45本あったんですかね すっごく綺麗であのー、まあ好きだったんですけどねその中庭の雰囲気がで今の職場がですねその桜がないんですよ、ね、あのー、まあ職場に年度反省っていうことで職員も反省を書いて出すね のがあるんで、すよでそれにですね、桜の木を植えようって書いたんですけど、まあ、完全スルーされましたけどね、多分こいつ何書いてんだよみたいな、ねえー、思われたんでしょうね。でもまあね、桜は他でも見れるのでいいですけど。えー、最後にですね、皆さん、 これローソンでゲットいたしました表紙が A ちゃんに、ね、なっておりますあの武道館 DVD の、まあ、宣伝ねなってますけどもで中はあのローソンチケットの案内なんですけどねもうあいみょんなんかはですね もう今年から来年に至るツアースケジュールがドーンと載ってるんですよえ、ね、あいみょん A ちゃんも早くねツアースケジュール出してくださいよねもう待ち遠しくてしょうがないんですけどねはいということで今日は番外編 シングル CD をね紹介させていただきましたでは皆さん新年度頑張ろうじゃありませんかはいではまた来週さようならロケンロー